松平正親は、江戸時代前期から中期にかけての大名。越前国福井藩五代七代藩主。下には、十四位下、左子の江県少将。七代藩主在任時の名は、松平吉品。寛永十七年四月十一日、三代藩主、松平忠政の逸夫として誕生。母は、浦上氏。幼名は、福松、辰之助。署名は、正明。 昭法二年、父である、福井藩三代藩主、松平忠正の死去時の遺言により、四代藩主となった時刑、松平光通りから二万五千国を分与されて、越前義江藩を立藩した。同時に、長刑、正勝には、越前松岡藩五万国が与えられた。慶安四年十二月二十九日、厳服し、受五した、兵部大輔に助任した。 漢文4年12月28日には14位下となったとされる。吉江藩の歴史は正明一代で終わるため、詳細は吉江藩の項目を参照。藩主も幼く財政や家臣団など福井本藩から完全に独立した経営を行っていたわけではない。後に正明が福井本藩の藩主に就任すると、吉江の地は諸税が免除されたと伝わる。 後継問題遠方2年、福井藩主、光鶴が自殺した。後継者問題に対する外籍からの圧力に耐えかねたのが理由と言われている。光通りは自殺する直前、家徳は正矢に譲るようにという遺言を残していたが、これが問題となり、家中を三分する家徳争いが起こった。後継者候補として、他に、そもそも光通りには、松平忠試という書士がおり、 また、光通、正親より、年上の兄である、松平正勝もいた。即室腹の諸子とはいえど、実子である直剣が本来は後を継ぐはずであるが、この直剣の存在は、光通時代から、主に外籍から問題視されており、また正親の兄である正勝も、徴用の順から言えば正親よりも後継にふさわしいと、考えられた。光通が、あえて遺言したのには、 光通りなりの資料があったのだろうと思われるが、家中は、正親、オ自家剣、マ勝の三派に分裂し、全藩主の息子である時期剣を要することを意図した藩主五十人ほどは結託し、集団で江戸の時期剣のもとへ、または幕府への訴えにと向かった。一方、正勝と正勝を支持する藩主たちも藩主の罪の野心を見せた。これらの動きに対して、 過労の足田図書は、亡き光通りの遺書を幕府に提出することで、正親オの家督相続の正当性を訴え、事態の収束を図った。幕府はこれを認め、五大藩主には正親が就任することとなった。藩主不在となったヨシ藩は廃藩となり、その所領は元の福井藩に併合された。この縁により、元のヨシ藩領一帯はその後も、 各種税を免除された。また、福井藩主就任時に正親と解明した。隠居しかし藩内ではその後も、正親の家督相続に不満を抱く者が少なくなく、反省に落ち着くところがなかった。このため、正親は、家督相続から2年後の遠方4年7月21日、家督を、兄、正勝の長男の綱正に譲って隠居した。隠居時に名前を、 元の正明に戻している。わずか2年ほどの知性に見るべき業績はないが、この間に、今立軍五家の特産品である、越前和氏の宝書氏に対し、藩を通さない、他国出荷を禁止している。土屋クターダーダに記載がある。官地、林職、大役の無道人と、あまり良い評価はされていない。再度藩主へ正親に家督を譲られたことで六大藩主となった綱正は、 反省にうまく対応できず、次第に発狂して、家臣を殺すようになったとも伝わる。上京2年には、江戸城都城の義務をも怠った。この間、正明が代わりに参勤などを行っている。これら、綱正の行動を幕府は咎め、上京3年3月、福井藩は、改役、廃藩とされるところだった。しかし、福井藩は、結城秀康以来の名門であるということから、 特別の配慮を受けた。江戸城に呼び出された吉品と支流一門の藩主らの前で、綱政の強制的な隠居と、全藩主であった正明が、所領削減となる25万国を相続することで、家督を継いで藩主に再任することとが認められた。状況の応報、状況の藩地と呼ばれる、この藩領半減以外にも、様々なペナルティが与えられた。 領地宛て会場などでの越前家の名称が国名の越前少将から都市名の福井寺獣となった。大名行列に際し、忠政が大阪の陣で使ったカタカマやりを掲示するのが通例であったが、これも禁止された。江戸城の爪の間も古山屋などと同じ大廊下から戸様の国持大名と同じ大広間に移された。反省再建基地品は、 綱政時代に乱れた藩政の統率、及び藩の規模縮小に伴う財政の再建を目指した。まず6月には2000人以上の家臣のリストラを断行し、さらに過労クラスから下級武士まで藩主の法力を半減した。また、藩札を刷新した上で新たに発行し、法令の整備などにも努めた。上京4年9月4日、お家五条目、元六4年、 御用書式目を制定した。その他領内、寺院などにも法を制定し、人身売買の禁止など次々と法を制定し、福井藩領内の規律が整うことになる。元六十二年、今立軍岩本に、上会所を置き、特産の越前和紙を藩の専売とした。しかし、財政の不足は補えきれず、地政中に洪水が発生し、領内が、被害に見舞われ、また、 江戸城石垣修復の不審を命じられるなどの出費も重なり、寮内に御用金を貸すこともたびたびあった。藩札の再発行も言ったが、後幕府により禁止された。時代の吉久人が相続する頃、藩財政は奥に反乱ほどの困窮となっていた。再度後継問題基地品には、志士がなく、時代候補となるのは、先代、正勝と同じ兄の系統か。 五家騒動の一部であった、自家検定しかなかった。吉品は、この双方を回避するため、玄六三年、長州藩二代藩主、毛立那広の伊豆を、松平正法を養子として、家徳を譲ろうとしたが、家臣団の反対により、玄六十二年、正方を多病を理由に離別し、兄、正勝の六を、正国を養子とした。玄六九年十二月五日、 歴代福井藩主に多い、左近の少将に任じられた。元禄15年11月25日、幕府から葵の門着用を再許可され、法永元年にはそれまでの越前家の慣例通り、将軍綱吉から変記を拝領し、正明から吉地品と改名し、同時に、養子の正国も吉国となった。法永5年、城下にあった福井藩主の別邸、五泉水屋敷を改築し、 同時に西隣に、新御泉水屋敷を建築、自らの隠居所とした。法永七年七月五日、家督を譲って隠居、江戸の福井判定を出て、吉江藩主時代からの江戸鳥越の抱え屋敷に移った。八月五日には、福井に帰国。聖徳元年九月十二日、七十二歳で死去した。法名は、元無元院殿順、誉田和尚達山大古寺。 吉品の菩提寺である福井市安和の高渉山随炎寺はもともと吉江藩領にあった。三号は吉品の母親の高寺寺院から由来している。後の福井藩相続に伴い福井藩領の名称は安和山山六に移され、三福に吉品と高寺寺寺院の墓が残る。現在は萩の寺として知られ、季節には観光客も多い。また、 福井城の御殿の一部が移築されて残っている。墓所のほか、吉江藩のあった福井県鯖江市、吉江の吉江神社に祀られている。それまで福井と呼ばれていた町名を福井と改名したのは吉品の代のことである。ありがとうございます。